ロックバンド X、JA パンの YOSHIKI が、12日にフジテレビ系で放送された、ダウンタウンナウに出演し、制作中のニューアルバムが、99.5% できていると明かした。もう、いけると話し、今年中にリリースする可能性があることを明かした。番組では、HYDE が暴露、YOSHIKI の素顔とはとして、完璧主義にも程がある。ニューアルバムが昨年6月に出ると言っておきながら、20年以上出していないと指摘された。これにはダウンタウンも坂の上忍もゲストの夏菜も大笑い。HYDE はさらに、何十年もレコーディングしていると初期の音と現代の音とずれてくるので、過去の音を取り直している。まるでガウリのサグラダ・ファミリアみたいと、YOSHIKI のこだわりぶりをばらした。YOSHIKI は苦笑いを浮かべ、まあ、そうですね。HYDE の言ってることは、正しいですねと認めた。YOSHIKI は、新アルバムを出せない理由について、なんでアーティストが1年に1回とか、2年に1枚アルバムを出せるか、出さなきゃいけないかというと、あれは基本的にレーベル側が決めたことなんですと、内情を明かした。さらに YOSHIKI は、僕は、使命として何かを持って生まれてきたと思っているんです。お金を稼ぐのであれば違う商売をやっていた。音楽をやりたいと思ったので。僕はクラシックが好きじゃないですか。100年後、200年後にも聴かれる曲を生きているうちに一曲でも書ければと思ったら、毎年アルバムを出すことに努力するよりも素晴らしい楽曲を10年かかってもいいから書きたいと熱く訴えた。隣で腕組みしながら聴いていた浜田雅俊が、何年経ってる?と質問。YOSHIKI、20年ちょっとですと10年をとっくに超えていることを、笑いながら答え一同の笑いを誘った。YOSHIKI は、99.5% はできてるんです。数ヶ月前にと付け加え、松本人志が、もう、いけるじゃないですか?と尋ねた。YOSHIKI は、もう、行くと思います。